はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト4続きをやっていきたいと思います。前回、ライアン、クリフト、ブライ、トルネコのね、犠牲のもとに4つの結界を解くことができましたので、今回はデスピサロ城の方に、行きたいと思います。っていうかライアンとトルネコ死んでもなお呪われてるな。別に装備外したわけじゃないからね。悲しい奴らだこいつらは。じゃあこのまま上に進んでデスピサロ城行きましょう。これは塔だから違う。ここだ。で一応左に宝箱があるけど階層が違うから行けない。まずは正面から乗り込んでいくか。門番みたいなやつが誰もいないな。なんかこいつらいるの？これ何？敵じゃん。土偶戦士。何？強い。アリーナの一撃で倒すことができない。強いっていうか別に弱いけど。あ、強い。会心の一撃。は？何これ、意味不明なんだけど。シカトしよう。なんか思わせぶりな感じだけど何もなかったね。あ、スモールグールね、鬱陶しいな。マーニャはまたガンガンにしておいて、スモールグール鬱陶しいから先に始末しよう。うわ、何イオナズンプラス攻撃で倒せないっていうのはなかなかのヒットポイントだね。え、ヒットポイント高くない？意外に。あとマジックパワー、そういえば使いすぎてもな。デスピサロの前とかって回復ポイントないよね。あれ、死んでる。ただの屍のようだ。すごいなこいつ、デスピサロ城まで来たの？それともモンスターの死骸かな、ちょっとわかんないけど。仮に天空人とか、まあ、人間だったとして、ここまでたどり着いて死んだって言うんだったらそれはすごいよね。じゃあ結界どうやって破ったんだ、ガーディアン。イオナズン、あれ、え、 A はどうなった、今2回攻撃か。マーニャのレベルがアップ。マーニャはもう魔法覚えないよね。ちょっと待ってね。メラメラ、これ以上進んではならぬ。これは何、いいやつなの悪いやつなの、どっち。そして毒、うん、トラマナかけておくか。何にもない、なんかどっかから落っこってきてここに来るっていう仕組みかな。小さなメダル、あ、小さなメダルもね、そういえば回収はしなきゃいけないんだけど、デビルプリンス、こいつを攻撃しよう。まずはバギクロスってどうなの、それ使ってないけど、トーテムキラーにやってみよう。デビルプリンス弱かったな。いや、イオナズン強え。効くやつには効くね、やっぱり。うん、まあ、進んではならぬっていうのもね、逆効果だよね。てかいけねえじゃん、何これ。進んではならぬってこっち、いや、なんか下にさ道っぽいのがあったからさ、そっちかなって思ったら。これはエレベーター、なんか上にさ階段があるんだけど。あ、でこれさっきのとこか、来ました。ちょっとこっちへ行ってみよう。上からもう一回行けそうな気はするけどね。マネマネ、こいつはモシャス唱えてくんだよな。あ、来た、アリーナ勇者イオナズン。速攻で倒したな。
んんんで、これあれすげえ、こいつ絶対人間だよね。なんでこんなところにいるの、理由がわかんねえんだけど。戦士一人でしょ、だって回復できないじゃん普通に考えて。要はライアンが一人で来たようなもんだよね。いやデスピサの城に乗り込んだって相当だぞ。あいつ仲間にした方が良かったんじゃないか、こいつ。割となんか適当に進んでるけど。あの宝箱欲しい。でもなんか順路を進んでるっぽいな。これ何、泉回復できないのかな。グレートライドン、だって俺らはさ4人でようやくこうやって進んでるんだよ。回復薬をつけつつ攻撃呪文をやりつつ、こうなんとかねやりくりしてんのに。あいつ戦士一人で来たんでしょ。まあもしかしたら手前にいた骸骨は、あでも白骨化するのが早いっていうかさ、これ完全にもう突破しちゃったんじゃん。あ突破しちゃった。宝箱ちょっと回収したい、戻ります。まあ白骨化の人と、さっきの人はまだ白骨化してなかったからね、まあ、もしかしたら違うパーティーかもしんないけど。あでもデスピサロが結界張ったのって割と最近のことなのかな。なんかそんな感じでも言ってたよね、結界を張ってなんか進化をし続けていますと。その前にもしかしたら乗り込んだのかもしれない。じゃあ何のためにって感じだよね。でもともとデスピサロってここにいたの、ちょっと謎は解けないままだけど。寝てしまった、やばい。これベホマズンで回復しようかな。意外にマジックパー使わないからね。20、死んでしまったか、死んでしまった。戦闘中しかベホマズン使えないからね。ちょっとあの宝箱をね回収したいんだよね。一回戻って、ん？ちょっと待って、どういうことだ？あれ？エレベーターがなくなってる。一回外出ちゃったからか。めんどくさ。めんどくせえ。だからここのエレベーターが元に戻ってるんだ。デビルプリストがよく一人で来んな、ザコが。ちょっと回復は戦闘中ベホマズンでやります。ちょっと敵が多く出てきたらベホマズン唱えましょう。でガシャってやるでしょ、またこいつらか。帰れん帰れないんですけど。また最初から行けってこと。ちょっと裏手から行けないじゃん、これ。こっち行けないでしょ。ガーディアン、こいつらが2回攻撃してくるからな。ちょっとベホマズンで回復をしておきましょう。いいね。絶対2回攻撃ってわけではないか。アリーナ寝たのが痛いな。マーニャー、マーニャーはミニアで回復させよう。やばい、死ぬ。残りヒットポイント40。いいや、満タンしよう。さて、
いや無意味だよねここやっても。いやじゃあちょっと一回リレミトで出よう、めんどくせえけど。こっち側かい、こっち側から入ったからこっち側か。ここルーラーで登録されないよね。なんか祠の音楽なんだけど。一回希望の祠に帰ろう。回復させる。でデスピサロと戦うときはやっぱり世界樹の雫とかね、世界樹の葉をちょっと、あれ？なんか言ってた？この前言ってたっけ？バロンの角笛を使ってどうのこうのみたいな。で入って、宝箱だ、宝箱全然回収してないから。いやこの土偶戦士だって無視していいでしょ。え、なんか意味あんの？わからん。全員倒すとなんか出るとか、階段が現れるとかあんのかな。だ土偶戦士って考えてみれば普通の敵では出てきてないよね。この接触しないと出てこない。超テムキラーがいっぱい出てきた。ギガデインっていくつ使うんだっけ。いくつか15か、まあ、せっかくだからやろう。いっぱい出てきてるし、イオナズンプラスギガデインってか、イオナズンで何匹か倒せんな。もったいな、強え。ちょ、じゃあこいつら破壊しよう。全員わかんないけど、とりあえず破壊してみる。いやヒットポイントは高いよ。だってあれ、なんか命の木の実くれたんだけど、やった。メラッツォーマン、ここに土偶戦士が配置されてる意味も分かんないからね。なんもねえわ。この怪しいやつ真ん中とか調べてもなんもないよね。謎すぎる。ちょっと角度はここまでしか動かせないんで見れないけど、何だったんだ。デビルプリンス2体で来たか。聞かない。そしてなんでベギラゴンなのかがわからない。イオナズンはもう絶対聞かないのかな。これ AI って進化すんのかな。なんか聞かない魔法は唱えなくなるとか。ライバー&ロード、こいつねヒットポイント高いんだよね。ただまあイオナズンはほぼ効く。よし、でここ登るでしょ、で出るでしょ、白骨があるでしょ。特に入り口とか他にはなさそうだからね。進んでいくでしょ。ギガデインって全体だっけ。全体だ、つえ。イオナズンプラスギガデインでほぼ全員一掃できるんじゃないか。てかトーテムキラーは普通にイオナズンだけで倒したし。いやギガデイン使いやすいわ。みんなはすげえヒットポイント上がったな。このなんか邪神像とかマガモガチ魔神像だって一応表示はあるね。なんか仕掛けがあったりはなさそう。まずこれを下ろす。違う、待って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 、あれどうなってたっけ。下ろしてで勝手に下に行っちゃうんだけど、これ下に行くんじゃなくて上に行って、で、ここから、こう上を伝って上に行く。はい。で、
ちょっと待って、なんかない？ない。まあ普通に出れるか。ゲー大魔道が出た。大魔道って魔法カンタ貼ってんだっけ？ゲイオナズ。お、貼ってない。ギガデイン唱えてもよかったな。ただちょっと減ってきてるから、ベイホマズン唱えよう。魔法捨て。あいつか。呪文が届かない。ベイホマズン。で、主人公の魔法超強いんだけど、逃げてったし、あいつさ、魔法捨て唱えてもらって逃げるって、最悪だな。よし、このまま逃げ切れる。呪文も当たらないみたいな。大魔道の死を無駄にしたか。で、あれ宝箱、あ、ここで、あそこの宝箱か。世界樹のハゲット悪くないね。クリフトがいないからね、世界樹の葉は貴重だから。で、イカズチの杖いらん。今さらイカズチの杖なんていらないよ。で、あそこの下の宝箱だよ。ちょっと取りたいのは左の方から出てくるんだな。あ、これ後ろがある。ほら、こういうことか。で、階段を降りて、よし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 。賢者の石があるはずなんだよ、賢者の石が、ここには。で、これをゲット。ほら来た、賢者の石。あと、これを誰に持たせるかだよね。アリーナに持たせれば最悪最速で回復できるから、どうしようかな。まあ主人公は少なくともベホマズン持ってるからいいでしょ。回復が間に合わない時のためにアリーナに持たせよう。ちょっとアリーナの火力を削ってしまうことになるけど、まあ、やっぱり生き残ることを優先した時は最速で回復できてくれた方がありがたい。じゃあ、あとはまたこれ簡単に押せるな。軽いのかあれ、この魔人像。で、このまま下に行って、ライバンロードか。これはギガデイン案件だな。ちょっとマジックパー使っちゃってるけど、まあ最悪祈りの指輪とか魔法の聖水も一回も使ってないもんね。投入しよう、最後だし。いや、ライバンロード強えな。お金も意外に溜まってんじゃん。全然溜まってなかった、8000円だった。3万くらい持ってるかなと思ったら、あれ、これどっちだっけ。一回下ろすんだっけ。いや、あの戦士の強さがさ、倒れてたやつ、あいつのレベルとかさ、パラメーターとか見てみたいんだけど。世界樹の刃先手に入れたからさ、使ってあげろよって思うけどね。まだ白骨化してないから大丈夫でしょう。世界樹の刃を使えば間に合うはずだ。ザオリクとか世界樹の刃のその効果がどこまであるのかよくわかんないよね。パーティーメンバーが死んだ時はさ、すぐ蘇らせられるけどさ、白骨化した死体とかもさすがに無理でしょう。腐敗が始まってきたらもうダメなのかな。そういうのどこまで直してくれるんだろう。内臓の腐敗っていうのはかなり早いみたいですからね。腹とか刺されると内臓がすぐ腐敗しちゃうから、もうね、助からないみたいなんですよ。ちょっと苦しんで死んでしまうという、まあ、そういう事態になるんだけど。でも戦闘してたらなんかそういうのありそうだよね。デビルプリンスのさ、さっきのやつ、鎌とかさ、普通に腹に突き刺さりそうだし。じゃあ行きましょう。いた、デイスピサロ。ちょっと全体拝む。ゲー、全体拝もうと思ったら
勝手に進んじゃったんだけど。グハー、何者だお前たちは。私の名はデスピサロ、魔族の王として目覚めたばかりだ。ウゴ、私は何もわからぬ、何も思い出せぬ。しかし何をやるべきか、それだけは分かっている。グハー、お前たち人間どもを根絶やしにしてくれるわ。形がエスタークだよね。進化の究極の形っていうのはやっぱりエスタークの形なのかな。デスピサロ、なんかやることある？まあ、ミナデインはちょっと無理だからね。ギガデインを使うんだったら、まあ攻撃してマジックパワー節約しておこう。あ、ちょっと待って、ヒットポイント減ってんだ。マーニャ、回復ポイントはそういえばなかったね。痛い、結構痛い。一回使ってみよう、せっかくだから。賢者の石、いくつ回復してる。ベホマラーほどはね、回復しないんだよね。ベホマラーって多分80くらい回復するんだけど、そこまで回復力はね、高くなかったはず。ベホマ、あ、ちょっと待って、ルカに唱えたい。そういえばガンガン行こうぜにしちゃってるけど、一応自分の方が攻撃は早いか、てか攻撃は集中するね。ちょっと命令させてもらおう。ベホマでアリーナ、ルカにいける？いいね。ボス戦はね、やっぱルカニが基本だよね。で、メラゾーマが効くのが分かるから、メラゾーマを打っていこう。マジックパワーは多分足りるでしょう。よし、腕を切り飛ばした。あれ？ターンが終わっちゃった。で、ちなみにこれってさ、うわ、戻ってる。そういう感じか。ちょっと待って、攻撃力上がってんじゃん。スクルトがないからね、このメンツだと。ラリホーとか効くのかな。ちょ、やることねえからラリホーマンやっとこう。もう一回ルカに、じゃあ会心の一撃下げた。寝ろ。眠らなかった。まあ、そりゃそうだよね。わかります。で、メラゾーマ、うわー、ミニアちょっと遅い。主人公の方が早いから万全を期して、で防御しとこう。やっぱね、今のメンツだとね、死亡するのは避けたい。で、腕がなくなりましたと。こいつこのままどうするんだろうっていう。で、防御して、もう一回ルカニか。だよね。完全に別扱いになってんな、ベギラは。ザキ！怖え。ザキが一番怖い。みんなや攻撃しよう。メラゾーマっていくつ？ 10 か。あと10回くらいは唱えられんな。10回くらいって。け、スクルトなんて唱えてきやがった。2回攻撃。よし。攻撃あるのみだな。まあ、ルカには唱えておこう。まあ、ルカに唱えておけば、まあ、スクルト唱えられても、とりあえずは大丈夫なんで。ザキ。危ねえ。おう、ジャンピングしてきた、この巨体で。攻撃はしておこう。回復はまだ大丈夫。いや、ミネはやっぱりメタルキングの剣を装備させて。ゲッ！ちょっと待って、3人寝てんじゃねえかよ。ザメハがないんだよね、ザメハが。え、やることねえんだけど。あ、フバーハ、そういえばあるけど、こいつ息吐いてこないな。最終形態になったらもしかしたら息を吐いてくるかもしんないから。スクルト、鬱陶しい、これは鬱陶しい。ゲー、死にやがった。マジかよ、これが一番嫌だ。世界中の唱えようっていうか使おう。バギクロス効くかな。ちょっともう今スクルト2回唱えられてんで、頭が消滅した。
腹が怪しく蠢いた。あ、まだこの形か。でスクルトはじゃあ切れてるってこと。ルカに200きた。激しい炎、凍てつく波動。あれ、なんかやったっけ。まあいいや。よし、アリーナ生き返りました。で魔法捨てって何。ああ、魔法を打ち消すのか。え、何、魔法打ち消す。え、凍てつく波動みたいな感じ。そんなんだったっけ。フバハトナヨ、待て、これ万全を期して一回ベホマズンで回復でフバーハかけて、しまったな。ちょっとマジックバーが突きかけてきてるぞ。で一旦これでもう万全な状態でしょ。でフバーハかけたから、で激しい炎も、うん、まあ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 それなり。だからミネアはこのままマーニャを回復させる。でマーニャはちょっともうメラゾーンだもんね、攻めよう。で50を切ってきたらルカにもちょっと頭に入れとかなきゃいけないから、少し効かなかった。高熱のガスとか弱えな。あ、瞑想とかずるい。魔法の潜水持たせておけばよかった。瞑想がいくつ回復するかだよね。激しい炎はまあまあまあ大丈夫。守備力が元に戻ったか。ちょっと火力が下がるけど一回賢者の石で回復させて、でルカには3か。ゲー、凍てつく波動。しかし凍てつく波動は攻撃1回分だからね。このまま押し切るか。メラゾーマ、よし、開始の一撃300。でこいつ一目でいくつあるんだよマジで。腕が生えました。まだか。最終形態までほど遠いな。これはマーニャに賢者の石を持たせた方が良かったな。やることがなくなってきた。まあいや、高熱ガスか。あ、そうだ、フバーハがもう切れてるんだった。ちょっと待ってね、メラミが4か。メラゾーマ10だからな。ちょっとケチってくか。ここはけ、超食らうんだけど。死んだ。ちょっとベホマがもう一回いかず、じゃなくて怪獣じゃなくて、こいつ世界中雫しかねえ。ちょっと待って、道具持たせてなかったっけ。じゃあミニアでいいや。最悪マーニャ、じゃああれか、世界中の雫を一回使うか。あれ、メラミいくつ当たった。まあいいや、やっとこう。全部70。激しい炎が強いんだよな。やっぱりフバーハは重要だな。一回立て直すか。ただ攻撃はしておきたい。フバーハ唱えて世界中の雫、よし、 OK。 これで死ぬことはまあなくなった。さてそろそろ、まだまだか、もう一段階か。フバーハを唱えておこう。でルカには重要。踏まれました。100、98。でベホマズンのためにマジックパワー残しておく。ちょっとギガデインを使ってる余裕はないな。アリーナだな、やっぱり。マーニャどうしよう、防御しとこう。
ペーホマ100。ペーホマの方が早いはず。いいよ、しょけ。90とか、すげえ食らうな。しかしペホまで一気に持っていけるからな。ちょっとマーニャは最終形態用に温存。いやー、みんなあのフバーハは役立つね。守備力が元に戻っちゃったから、ここはちょっと一回立て直す。ベホマズンで攻撃で、フバーハ唱えてのルカニ。でベホマズン OK。痛い、マジで痛い。よし、これで最終形態だね。この間になんかさ、ギガデインとかなんか撃てよとりあえず。目がいっぱいあるけどさ、こいつめっちゃ見えんのかな。太陽剣とか超眩しそうだよね、使ったら。け、魔法カンタめんどくせー。え、これ魔法捨てってさあ、もしかしてこっちの魔法もダメになる。魔法捨て、え、ちょ、わかんねえ。怖えな、怖えからやめとこ。いやー、マジかー。ちょっとフバーハってどうなってたっけ、唱えとこう。ルカニが無理じゃん。じゃあやることがない、本当にやることがないから防御しよう。地道に行こう。凍てつく波動、よし。フバーハ早かったな。凍てつく波動がちょっと、ベホマズンで一回体勢を立て直す。アリーナだな。ゲーめんどくせ。大丈夫、これはペホマズンで直せるから。あと3回。持ってるのは時の砂ってさ、ここで使ったらどうなんの。最初の形態まで戻んのかな。それはめんどくさいよね。うお、136、冷たく輝く息、これ強い。死ぬ、あっぶね。魔法カンタ切れた。ちょっとこれ、ここはガチでベホマズンと賢者の石ちょっと無駄だけど、あれフバハって唱えたっけなんか分かんなくなっちゃった。分かんないから唱えとこう。少しでもちょっと体勢を立て直す。しかし、よし、 OKOKOK、 でどうする。みんなや防御しとく。ちょっとやることないとき、この2人あれだな、防御することも重要だな。冷たく輝く、これだいぶ軽減されるでしょ。それでも60食らうか。出た、相手つか波動、めんどくせえ。ちょっとでもダメージソース、あ、みんなは防御してたからか。どうしよっかな。ちょっと賢者の石使うか。でフバーハ唱えて、マーニャもう一回だけメラゾーマいけんな。でその後はちょっとルカニにマジックパワーを割きたい。よし、300くらいは与えてくれた。あ、きつい。賢者の石のこれ、自分をっていうか、アリーナを回復させよう。激しい炎も耐えきれる。でベホマ OK。 で
で攻撃攻撃のベホマでミカミックス回復で防御凍てつく波動からの輝く息はちょっとまずいぞ。守備力は元に戻った。ただベホマよしで、もうこいつのマジックパワーはルカに2作倒した。いやーなかなかね長期戦だったね。経験値くんねえわ。まあラスボスだからそれはしょうがないんだけど、ぐはー体が熱い。私は破れたのか、私の体が崩れていく。ぐおー人間に戻った。ぐふ、火山が爆発するか。こいつ一緒に戦ってくんないんだ。ひでえやつだな。私はマスタードラゴン。いながらにしてここよりこの世界の全てを知ることのできるもの。天空人と人間の血を引きし勇者ミカミックスよ。そなたらの働きで進化の秘宝はデスピサロともども地の底深くに沈んでいった。もはや人々が怯えることはなく世界に平和が訪れた。8人の導かれしもた。いや生き返ってるし。心から礼を言うぞ。ライアン、お前は本当によくやってくれたな。何を。アリーナよ、そなたも女でありながらよく頑張ってくれた。ブライにクリフト、アリーナを助けしそなたの働き誠に見事なで。死んでただろこの2人は。何にも助けてもらってないし。マーニャ見なよ、今のそなたたちを見れば父親もきっと浮かばれるであろう。トルネコ、これからも世のため人のため商売に精を出すのだぞ。そしてミカミックス、お前は見事やり遂げたのだ。もはや地上に戻ることもあるまい。これからは私と共にこの天空城に天空人として住むがよかろう。ん、どうしたその顔は。その者たちと共に地上に戻ると申すか。分かった、もう止めはせぬ。戦いの最中築き上げられたそなたらの友情はもはや何人にも壊せない。ミカミックスよ、くれぐれも気をつけていくのだぞ。何に。もう世界に平和が訪れたんじゃないの。てかなんでライアンお前が入ってきてんだよ。ちゃっかりとライアンが入ってきてるんだけど。さて、あれ、翼もないのに地獄の帝王をやっつけるなんて信じられないわ。こいつはなんで道を通してくれないんだ。ひどくないか。穴はもう埋まってんのかな。ドランかいる。じゃあドランじゃねえんだ。こいつドランだ。あれ。ドランじゃなくなかった。グゴグゴ入れ替わってんだけど、ドランとこの怪獣が。ありがとうございました。これでもう人々が苦しむ姿を見なくて済む。おお神のお見きびじゃって。神ってマスタードラゴンじゃないのだって。ミカミックスさん、そして、皆さん、あなた方と旅ができたことを私は誇りに思います。あんたらが第二の地獄の帝王をやっつけちまったのか。ぶったまげたな。固く閉ざされているって。なんだこれは。なんて嫌がらせするんだこいつら。見てみなさい、ほら地上の人々のあの嬉しそうな顔。え、なんで地上の人々はさ、デスピサルが死んだって分かってんの。どうか皆さんミカミックスと仲良くしてあげてください。さよなら。こいつやったじゃないか、見逃したぜって。お前も魔物じゃないのか。この魔物みたいなのがさ、たまにちょいちょい街にいたりするけどさ、それ何なの。馬車と気球が外で待っております。じゃあこっからはエンディングなんで、まあ見ていきますか。会話とかはなかったような気がするんで。
はい、というわけで、まあこの後もね、実はあのデスピサロを仲間にしたりしてどうのこうのっていうのがちょっと続いたりするんですけれども、まあ、今回は女性キャラのみを使っていくと、いうことなので、ドラゴンクエスト4は、一旦これで終了したいと思います。まあ、じゃあまたね、ドラクエシリーズはやっぱり面白いので、まあ、1、2、3、4まで行ったので、また機会があればね、この先、5、6、7、8、まあ、全部やるか分かんないですけども、続けていければと、思いますので、まあ、もしよければその際は見に来てください。では最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。